ドラドラ野球 TV です。今回は中日のドラフト指名で論争が起きている2年連続二遊間上位指名についてその真相を見ていこうと思います。この動画は巷にあふれる中日いじりやネガティブな動画ではありません。このチャンネルの目的であるドラゴンズを上昇チームにのためにドラゴンズ愛を持ってどうすればいいのかを真剣に考えた動画です。本日のお品書きでございます。今回は中日がドラフトで2位津田選手、3位辻本選手を指名した理由の真相を解明するため、さまざまな視点から中日ドラゴンズの二遊間の現在、そして未来、阪神タイガースとの比較、獲得した2選手のプレースタイルなどを徹底的に調べ上げました。中日ファンの皆様もぜひ一緒に考えていきましょう。それでは行ってみよう。レッツラゴー。どやどや。まずはドラフト時の私の本音、そしてそこから見えたことを見ていきましょう。中日のドラフト2位指名で津田選手がコールされた時、皆さんはどう思いましたか？私は正直びっくりしました。頭の片隅にはそういう指名も予想していましたが、実際指名を聞くと頭の理解が追いつかないというのが正直な当時の心境。そう感じた理由は簡単で、これまでの動画でも話してきたように、ドラフト前の私の遊撃手のビジョンは強打選手を出してまで起用したリューク選手なので、立浪監督はショートは将来的にリューク選手をメインに育てるはずと考えていました。という理由から、まだ高卒3年目で身体的にも未熟なリューク選手をスケール大きく育てるために、一軍で併用していけるような即戦力型の社会人ショートを獲得していくのが得策ではないかと考察していたからです。しかし今回のドラフト指名で判明したのは、リューク VS 津田 VS 辻本の仁義なき戦い。私の考えが甘すぎたと痛感させられました。まあ私なんてただのドラゴンズ好きのド素人なんですが、この結果を予想できたファンはほとんどいなかったことだと思います。ドラゴンズファンの中には、ドラフトは終わったんだから、それを素人がどうこう言うなというファンもいることは分かっています。ここでこのチャンネルの姿勢の確認ですが、このチャンネルではドラゴンズを本気で強くさせるには何が必要かを根本において動画を制作し続けてきています。 B クラスを続けるチームに対してポジティブだけなファン、地元の応援番組はそんな感じですね。それと批判とバカにするだけの輩ではファンの果たす意味が限定されてしまうと個人的に考えています。私がファンとして必要だと思うのは建設的な議論。そこには現状への批判とともに大事なのは、良くするためにはどうすればいいのかと改善案を考えることだと思います。愛情を持ってチームを考えると改善案が出てきます。これ以上話すと難しくなるので、チャンネル概要欄をご覧ください。とにかく中日のショートは戦国時代に突入しました。一方こちらは今年の中日二遊間の変動をまとめてあります。対談の堂上選手、溝脇選手、西武へトレードされた高松選手、外野へのコンバートとなった浜選手、そして来年から育成契約となる予定の星野選手の5人が中日一軍の二遊間から外れました。前年の京田、阿部、三ツ俣、若松の4人に続き大幅な入れ替えが続いているのが中日二遊間の現状です。続いて中日の現在の二遊間状況、数年後の推測をしていきましょう。こちらが中日内野陣の年齢分布です。上が今年、下が来年のものです。赤色は新加入選手で、格好は育成選手です。いかがでしょうか。25歳以上二遊間はカリステ、石垣、福永の3人。今年の守備評価から考えると福永選手は二遊間起用は減りそうで、そう考えると25歳以上は2人のみ。逆に24歳以下の二遊間はリューク選手、星野選手以外昨年、今年のドラフト指名選手6人とキューバからのクリスチャン・ロドリゲス選手という状態です。二遊間ガチャと言われても仕方ないレベルで若手二遊間を乱獲しています。一方こちらは阪神さんの二遊間との比較です。人数的には阪神支配下12人に対し、中日は支配下8人、育成3人、合計11人で人数的には大差ありません。大きく違うのは年齢分布と選手のキャラクターのバラエティー差ではないでしょうか。阪神さんは上は糸原選手から下は今年ドラフト指名の高卒2名までバランスよく年代がばらけています。そして打撃型、走塁型、守備型などバラエティーに富んだ選手構成。そして28歳中野選手、30歳木浪選手とピーク年齢と言われる世代のレギュラーがどっかと構えています。こう比較すると中日の二遊間バランスがいかに異質かわかると思います。年齢の偏りとともに選手キャラクターも似通っている印象ではないでしょうか。ドラフト前、私は年齢バランスとリューク選手育成を考え、
24歳か25歳世代のショート1人獲得と考えていましたが、中日が取った指名はあえてリューク選手の同級生である津田選手を上位指名。そして昨年の主力二遊間の放出、この動向を見ると立浪監督は人員的にも、そして同年代のライバル意識を作り出し、若手にやらざるを得ない状況にしているのではないかと思います。立浪監督は常々選手たちのプロ意識を求めています。この仕事に全てをかけ、野球で大成功するんだという気持ちを持ち、抜け出てくる選手を期待しているんだなとひしひしと感じる状態。お金のあるチームならレギュラークラスの二遊間をトレードで獲得するのかもしれませんが、ドラフトで指名するほか手段がないというジレンマを感じる編成ですが、ファンはここから飛び出てくる選手を期待するしかありません。どやどや。続いては津田選手、辻本選手の選手像を見ていきましょう。まずは3位指名の辻本選手。担当のヤギスカウトは辻本選手を走攻守3拍子揃った選手、守備では一歩目の速さや球際の強さ、スローイング、足の速さや状況判断の良さ、体は小さいが長打力もあるし、逆方向に打てる技術もあると評価しています。打撃成績を見ると地方大学ながら好打者の基準は満たしており、この秋のリーグでは打点王にも輝く勝負強いバッティングを持っています。そのキャプテンシーとともにプロでの打撃爆発も期待したいです。続いて2位指名の津田選手。津田選手は高卒社会人3年目の選手で21歳、リューク選手と同じ年齢です。そんな津田選手を米村スカウトはいずれトリプルスリーを狙える総合力が高い選手とドラフト前に評価しています。事前のメディア評価では今年の打撃成績が絶不調だったため、プロスカウトとの評価の乖離が生まれましたが、高卒2年目の昨年には強豪社会人チームのショート争いに加わる成績を残しています。こちらが社会人3年間の打撃成績です。2年目となる昨年は OPS949 を記録。ライバルと目される DeNA1 位指名の渡来選手は同じく昨年夏の都市対抗で MVP、新人賞、打撃賞の3冠を獲得。そんな渡来選手の昨年の OPS が910ですので、津田選手はそれ以上の数字を残しました。それに加えショートの守備は高校時代から世代屈指と評価されており、かつ右打ち、打てるショートは大変貴重な存在です。今年の成績も良かったらもっと事前にメディア評価は高くなったはずです。実際津田選手のプロ側の評価を探っていくと、いかに事前のメディア評価とかけ離れていたことがわかります。こちらは阪神タイガース公式の当日スカウト会議 YouTube 動画からの抜粋画像です。阪神スカウトによる他球団の指名予想がホワイトボードにメモされているのですが、津田選手の名前は3チームに記されています。オリックス3位予想、巨人3位予想、中日3位予想です。阪神が指名候補にしていない選手をここに記すはずはなく、実際に阪神が内野手の筆頭候補として津田選手を狙っているという報道がドラフト直前にありました。これを見るとその報道は決してブラフではなく、2位か3位で狙っていたことが推測されます。実際3位で高校生ショートの山田選手を指名していますので信憑性は高い。つまり他球団も津田選手を2位3位で指名検討しており、中日が指名するには2位指名するしかなかったということがわかりますね。最後に今年の打線から見える二遊間問題について、こちらは今年のドラゴンズ打線の OPS ランキングです。二遊間問題でなぜ OPS を調べようと思ったかというと、今年の選手起用、現在の中日の頻打ぶりを見ていると、とにかく打てる選手を優先的に起用しポジションに当てはめていくという形がはっきりとしているからです。OPS は和田コーチからも言及があった現代野球で打率以上に重視すべき攻撃指標。上から並べていくといろんなものが見えますね。基本的には100打席以上の選手を掲載していますが、青色の選手は100打席未満ですが注目の成績を残している選手たち、石橋捕手、ブライト選手には来季のレギュラー取りを期待したい数字ですが、驚いたのは OPS564 の柳投手、高橋周平選手以上の OPS を記録しながら、今シーズンは防御率 2.44 ながら4勝11敗と大きく負け越し、この数字を見て何とも言えない気持ちになった中日ファンも多いのではないでしょうか。そしてそれをさらに下回るのが村松、そしてリュークの二遊間コンビ。コーナーポジションのファースト、レフト、サードがもっと打ってほしいところももちろんありますが、レギュラー二遊間コンビの打撃はやはり打線をかなり引っ張ってしまったのが事実です。どやどや。ここまでご視聴いただきありがとうございます。最後、まとめです。ドラゴンズの二遊間、
特にショートの人材不足は昨年ドラフト前から明白でしたが、龍空選手の同世代を今年も一気にドラフト指名し、ライバル関係を構築していく流れになりそうです。また立浪監督は今年もドラフト後に二遊間の人材はいる時に取っておかないとと発言していました。こうなると来年のドラフト候補、明治のショート宗山選手に言ってもおかしくないかもしれませんね。また今回のドラフト指名から他にも推測できる点が2つありました。昨年今年のドラフト指名を見る限り、スラッガー選手の獲得が全くなく、個人的には残念ですがドームテラスの設置予定はまだまだなさそうです。また長期政権と見られていた立浪監督ですが、来年は最低でも A クラス入りするしかないという危機感の見られる指名内容だったと感じました。さあ今年もドラフト会議という祭りが終わりました。今回のドラフトでも私がイメージするこれがベストだろうと思う編成ビジョンとは違う結果になりましたが、私は素人、プロスカウトさんはそれに全てをかけるプロフェッショナル、私たちファンは指名された選手の活躍を心から信じ、チームの優勝を願って日々応援していくほかありません。2024年ドラゴンズの飛躍を願わずにはいられませんね。ご視聴ありがとうございました。またね。